はい。これからクライシスコアのリユニオンがですね、昨日12月13日発売されたんですけども、割と序盤のチャプター2で出てくるバハムドがめちゃくちゃ強いので、ちょっとそれを見てもらおうかなと思ってやってます。一応ノーマルモード、ハードモードある中でハードモードを選択していますと。一応自分は、これまで敵との戦闘は特に逃げずに戦ってきたんですけど、なのでレベル的にもそんなにおかしくないはず。ただこう攻撃判定とか回避がもっさりしてるので、かなり避けづらいし、今も当たってますからね。あの落ちてくるのとかどこまでが範囲なのか全く分かんない、本当に。しかもガードできるんだけど、ガードがすごい遅いんですよね。むずいんだよな、これが。だからもう左上のスロットで無敵とかなんかそういうのが出てこい。やべ、これがなんか避けられる。まあその運ゲーに近いんですよね、割とやっぱ。ああ、普通にただ下手なだけっていうこともあるかもしれないですけど、これ避けづらいんですよ、めちゃくちゃ難しい。バハムトじゃねえか、バハムートか。バハムートって、やべ。これもね、絶対ゼロまでいけないんでね、多分。こうエフェクトめちゃくちゃかっこいいんですけど、この召喚ゲームージーが確実にこんなん死んでたっていう、知らないんだけど、この NP 消費ゼロの時にいっぱいもうやっちゃうっていう、回復と魔法で確実にこのなんか これは離れてても外れる。だから頑張ってるって。弱い。回転する設置ができるから、避けない方がいいかも。やばい、これが避けられないんだな。当たってんだよな。あ、いけるかこれ。50以下だとまだ、今の自分の HP だとまだ保つんですよね。もう魔法強いから魔法でいくしかない。誰
あぶね。お、倒せた。なんだよ、思ったより倒せたら。はい、バームード。召喚獣をこんなことに使うなよ。ソルジャーの誇りはどうした。俺たちはモンスターだ。翼をください。誇りも夢もなくしてしまった。いつヘリコプター乗った。大仏野郎、大仏タークス。アンジール、アンジールはクソ野郎ですって。チェネシスのクソ野郎ですって。